ありがとう。ちょっと気づいたことがあるんですが、こうやってくれてるのはほとんど玲子さんとそのお友達じゃないかと思うんで。確かに。要するに店の存在を知ってもらおうて、継続的にお客さんに来てもらうためには何をしたらええかいうことよ。そう、その前のことまで考えてるんや。お姉ちゃんも一緒に知恵を貸してよ。そうね。